ある世界に発明家がいたんだ。その世界の生徒たちは自らを神の子と信じ、心身のすべてが潔白でなくてはならないと思い込んでいた。殺戮はせず、肉も食わず、植物も殺さずに生きていくと決めていた。そこは断食の世界だった。なんだかすごく辛そうな世界だ。いや、彼らは案外幸せだったらしい。その世界は美しく高度な文明として栄えて、多くの遺物も残っている。へえ、そうなんだ。第一、空腹なんて僕らにとって大したことじゃない。そんな世界の端っこで死ぬことに執着している生徒がいた。彼は静止したこの世界で死を作り出そうとした。死の発明家だった。死の発明？ああ、彼は人の死によってこの世界の静止を打ち破ろうとしたんだ。実を言うと僕はちょっとだけ彼に憧れを抱いたんだ。倫理観はともかく、これはこの世界に対する挑戦だからね。でも実際の彼は悪魔そのものだった。神を罵り、森を焼き払う、肉を食い荒らし、断食人たちを侮蔑した。さらに静止をいいことに、自殺や殺人の実験を繰り返したんだ。そんなのただの殺人鬼じゃないか。ああ、あまりの残虐さに僕は本気で彼を殺してやりたいと思ったよ。そしてついに彼は死を発明する。彼はどうしても死にたくて仕方がなかったらしくてね、その発明を真っ先に使った。そして見事に死んでみせた。え、うん、僕はその発明を実際に見つけたんだ。彼に君も座れと言われているようで。え、座ったの？死んだ彼は以前と何ら変わらないように見えた。だが変化は日を追うにつれ現れた。発明家はもう何も望まない。目の前にあるものを受け入れ満足し、何も批判をせず、誰も憎んだりしない、ブッダのようなよくできた人間になっていた。この世界から発明家はいなくなった。彼は衝動の終わりこそが自分という命の終わりだと知ったんだ。これはこの世界での死の一つの形だ。結局僕は座らなかった。その人、自分が嫌いだったのかな。さあ、今となってはなぜ彼が死に取り憑かれていたのかはわからない。けど長く生きてみてわかったよ。いろんな経験や何やらが積み重なっていくと、どんどんいびつな何かが出来上がっていく。それが大きくなっていくと、一つ一つの意味が薄くなって均一化されていくっていうのかな。自分が偏っていくのに、どんどん無感動になっていくのがわかるんだ。最後にそれはぽっかりといびつな穴になる。僕も時間に干されて、いつかは望みみたいにただの形になる。でもこれは静止に織り込まれた一つの状態に過ぎない。それを死というのなら、元の世界の死と変わらない。ああ、魂なんてものはなくて、意識は何の意味もなく生まれてただ消えていく。人生は果てしない徒労だ。でも全くの無意味だからこそ、生きているこの瞬間、その輝きは尊いと思うんだ。それはその時その人だけのものだからね。